演舞開演。どうも、本日はこちら麹光味噌のわかめ干し汁を飲んでみたいと思います。こだわっているらしいですね。なんでここに書かれています。だとそのこだわりがどんなものなのか、ちょっと試してみたいと思います。今から試してるんですけど、ではこれもうやめます。確かに、でもあのことは違う。いい色になりました。では飲んでみます。朝はやっぱりこの味ですよね。この風味、この味わい、本当に有名になりそうです。いわゆるお味噌汁と聞いて想像するお味噌汁、これ自腹だけで売るということではないんですか。ないのですが、どこか安心できる、そんな味わいがありました。お味噌の風味がしっかり口の中に入って、イメージさせるところができるのは本当にすごいです、ね。なので、こちらに対していただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。